えー、こんにちはやっぱりね YouTube で身を立てた私としてはあのいろんな稼ぎ方自分の人生の身の立て方ってあると思いますけども優先順位ととしては一番に youtube を置くのがいいいいんじゃないかなか思いま,すよ、ね、まあ YouTube で億万長者になるってことは可能であっても多分皆さんがお勤めの会社で億万長者になることは車掌も含めて無理なんじゃないかなと思うんですよ。うん、ほとんどの場合で無理なんじゃないですかね。 まあそれから、ね、その人とつながることもそうなんですけども基本的に YouTube ってうーんアカウントを持ってる人の動画を何で見たいかっていうと、まあ、その人のことがね、まあ、気になる、まあ、好きであるいろんな感じはあると思いますけども嫌だったら見ないと思うんですよ <laughs> アンチもこみてね、嫌だったら見ないと思いますでも会社って嫌々でも勤めないといけないですよねだからそこに人間関係とか調和ってのが起こりようがないんじゃないかなと思うんですよ でも YouTube って気に入らなければ別のチャンネル探せばいいし YouTube そのものを見ないって選択もできますんで嫌々いやいやながら付き合うってうことがないんですよねだから YouTube で作り上げられた関係ってのはそのまんま良好な関係のまま続いていくんじゃないかなと思うんですよでも会社ってきっと会社を辞めたらなん,か、うん、なんか元いる職場に遊びに行ったりってことはまあないと思うんですよどうですかね転職前の社員の方と仲良くするってケースありますかねどうなんでしょうかね まあでも気に入った YouTube チャンネルは何年も見てるってことは結構あるんじゃないですか YouTube ってのは強制的な付き合いまいまるでないんで自分で選択してるだけなんですよねだからより正直に生きていく世界が YouTube でありそしてその YouTube ってのは企業っていう側面もありますけども世界で一番の企業じゃないかなと思うんですよ、うん、あらゆる面でね、うん、だから名の知れない私たちが勤めてる会社よりもなんか随分と当てにしていいんではないかなと思っちゃうんですけどもどうでしょうかね まあ YouTube を後回しにして成功が早くなるってことはないのかなと思っちゃうんですね。まあ、それは私が YouTube で身を立てたからこそ感じることであってそうではない選択肢で、えーまあ、一目の人物になれた方は別の見解も持つと思いますけどもね私の場合は逆に言うと YouTube しか、まあ、やりようがなかったってこともあるんですけどもね、はい、じゃあ今日はこのぐらいにしてみましょうか。